本格的なロックダウンが始まって2日目を迎えたオランダハーグの街の中心部です。街中はもうクリスマスツリーもあったりするんですけれども、新型コロナウイルスのオミクロン株の流入を警戒するということで、スーパーマーケットや薬局など生活必需品を扱う店以外は基本的に閉鎖、飲食店もテイクアウトとか配達を除いては営業を取りやめるということになっています。ただですね、結構街中、行き交う人はそれなりにいるなという印象があります。